これだよ。楽しみ。よかったね。楽しみだね。はい、じゃあスタジアム入っていこうか。はい。はい。すごいね。ありがとうございます。どうだった？嬉しかった。ハノチャル TV 大丈夫？いきます。5432。パパチャルです。はい、ということでスタジアムに、はい、今日はベガルタ仙台対ザスカクサツくんの試合を見に行きます。見に来ました、はい、あれ今日は黄色なの？
はい、ということでママチャルが10年以上前から仙台のサポーターだったっていうことと、今日は仙台の方に招待してもらったので、ね、まあ心はザスパを応援はしてはいるんだけど中立な立場かな。それでいいの？いいんだよ、だってさカノチャルもパパチャルもさ大好きなのはサッカー。そう、サッカーだからさ大丈夫ね。じゃあ今日も楽しんでいきましょう。はい、はい、それではレッツゴーリベンジャーズゴー。さすがそれだけじゃないでしょ。お弁当です。はい、いただきます。はい、どうぞ。仙台レッドカード。
そう、10人になった。はい、今日の試合はどうでしたか？今日の試合はザスパが勝って嬉しかったし、ベガルタが負けて悔しくて複雑な気持ちになった。あ、複雑だった。今日は中立な立場だったもんね。まあでもサッカー自体は楽しかった。楽しかったね。仙台まで来てよかったね。ね、じゃあちょっとりなちゃんにお礼をしましょう。今日はショータンとありがとう。こちらこそありがとう。仙台まで来てくれてありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。はい、じゃあ最後の一言お願いします。いつもカンセル TV 見てくれてありがとうございます。グッドボタンもお願いします。カンセル5万人いらっしゃるのでぜひチャンネル登録してください。それじゃあバイバイ。はい、バイバーイ。おまけ。はい、ありがとう。これ YouTube に使ってもいい？出ても大丈夫？全然大丈夫。じゃあ YouTube で使うね。はい、頑張ってねサッカー。はい、グータッチなくていい？ほら。よかったね。あ、パパちゃんのお願いします。はい、彼女がお願いします。はい、はい、はい、お願い。はい、お願い。
しよう。いいの本当に大丈夫？どうなんしよう、ルターアナちゃん来てもうた。ルターアナちゃん来てもうた。どうなんしよう。のどきに来た。どうなん？申し訳ないです、なんかベガルタの日本に帰って。パパ、パパ、パパ、リュック、あ、ルターナちゃんが連れてかれる、ルターナちゃん連れてかれる、あ、ルターナちゃんキーホルダー。パパ、ジェル変わって。はい、変わろう。かわいい。はい、チーズ。かわいい。ベガルタに来たよ、ベガルタ。来たね。じゃあなんか乗ってきたんだけど乗ってきたバイバイってありがとう。いいね、チャンネル登録もお願いします。